レージスは、イタリアの自動車製造会社ランチアが製造していた、セダン型で、全輪駆動方式の大型乗用車。日本には、正規輸入されていないものの、少数が、ガレージイタリアの手で輸入されている。コンセプトモデル、ランチアディアロゴス1990年代後半、自社ブランドの販売低迷の上に、親会社、フィアットの財政難の煽りを受け、ランチアは、 存続が危ぶまれるほどの窮地となる。その打開策として1998年、鳥のモーターショーにて、以降のランチアの方向性を提示した、コンセプトモデル、ディアロゴスを発表する。そのデザインテーマは2001年発表の提示数によって、踏襲された。提示数は、商業的に失敗に終わった、前作カッパを教訓に、当時の高級車の主流である押し出しの強い、 解古趣味的なより、デザインコンシャスな方向へと転換した。また装備面やセーフティー、ボディ剛性感、質感などの品質面も過去のランチア車種と比較して、飛躍的に向上した。イタリア本国において、ランチアの最上級セダンは、伝統的に公用車として用いられており、この定ジスもローマ強硬御両車として、ランドーレットが大統領専用車として、 ストレッチリムジンがしつらえられ使用された。商業的には販売低迷や高コストの改善がなされないまま2009年に生産終了となった。内装も外装同様ランチやチェントロスティーレがデザインを担当。艶を控えたウッドトリム、チェスターフィールドソファ調のボタンのついた逆三角形のヘッドレストを持つクラシカルな雰囲気のシートなどが特徴的である。 内装の素材には、ランチアの定石とされる、ポルトローナ・フラウ社が製作した本川トリムや、アルカンターラ仕立てのシートが、バリエーションの中核を担う。また他の車種にはほとんど例が見られない特徴的な、インテリア装備として、通常の空調吹き出しフィンの他に、インストルメントパネル上部に無数にパンチングされた、小さな穴の吹き出し口から、 直接乗員に当たらない配慮がなされた微風が出る空調設備が装備されている。当初、アルファロメオ製 DOHCV6.3 リッターエンジン、DOHC 自家5.24リッターエンジン、DOHC 自家5.2リッターターボエンジン、そしてヨーロッパでは主力となるコモンレールディーゼルの時期5 2リッターターボエンジンの4種のラインナップを揃えた。その後、 ガソリンの2リッターターボ2.4リッター、コモンディーゼルターボの各エンジンは、インジェクター等の改良によりそれぞれパワーアップしたものが、さらにアルファロメオの GTA に積まれていた V6.32 リッターエンジンのデチューン版がラインナップに加わった。これらのエンジンの一部に、専用のアイシンオータムウィンター製5段、マニュアルモード付き AT のほか、 六足、マニュアルミッションなどが組み合わされた。開発当時、親会社であるフィアットは、GM との提携下にあり、キャデラック製のノーススター V8 エンジンが搭載され、テストされた。しかし、その後の提携解消により計画は、完全に遅らいりとなった。その他、マセラティクアトロポルテに搭載された4.2リッターフェラーリ製。 V8 エンジンも並行して搭載テストされていた。すべてのモデルの足回りには、前後輪ともにマルチリンク式サスペンションを備え、スカイフック理論に基づく、油圧制御式アクティブダンパーが設定されている。その他特筆すべき装備では、ランチアが世界初と歌う電動パーキングブレーキが標準装備された。ありがとうございます。